この番組は楽しさ、遊びやすさ、笑顔をお届け、マックススロットジークの提供でお送りします。はい、というわけでこれから後半戦始めていきます。そんな本日ですね、朝からハーデスの方に座り、なんと3000円でゴッドを引きました。ただ全然出玉の方は伸びず、現在ハマっている状態でございます。せっかくがあのゴッドで出た出玉がもうほぼほぼ飲まれ、プラマイゼロな状態になってきてるので、ちょっとね、後半戦はもちろん今900ハマってるんで、引き続きこれを打って、あと1回は何かしら確定薬引いて見せ場見せようと思ってるんで、あのぜひぜひね、後半戦も皆さんお付き合いいただければなと思います。あの今日はちょっとお店も稼働がすごくて空き台がないんですよ。なのでね、ちょっと1日ハーデスで勝利に持っていけるようにちょっと打ち切れればなと思っております。なので皆さん、後半も応援よろしくお願いします。それでは行ってまいります。はい、それでは後半戦始めていきます。891ゲームスタートです。さあ、流れは変わったかな。あと900でしょ今、だからあと600、じゃあ700か、約、うん、いやでもやっぱ中途半端な当たりを見せるぐらいだったら、もう天井はまってハーデスでちょっといいとこ見せたいです。あ、そうなんですよ、設定がね、そうなんです。ここの台に粘れるやっぱ理由としては、設定がまだ期待できる。今まで打ってるね、ハーデス、最近打ってたハーデスとはもう体感的には全然違うんで。さあ、1000超えましたよ。あー、ムカつくそして出玉飲まれる。さあ、ついに追加投資ですよ。3000円で乗り切ってきたのにね。いや、3000円ってまあ楽しい時間を変えたと思えば安いもんですよ。一発目、その収録一発目、2016年一発目、負けたくないっすよ。さあ、1300回りましたよ。いや、久々だな、ハーデスでこんなハマるの。さっきからヘルゾーンの煽りが、なんでですか、なんでこんなに鎖出るんですか。あー、なんかもうやめて、急にやばい、なんか当たるわこれは、雰囲気的に。うん、なんなんだろう。もう色ですよ、青。さあ、もうここで引くようじゃもうダメですよね。だってさっきまで青なんか全然当たんなかったんですから。いいですか、もう流しますよ、もう流します。はい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 。うまいじゃないよ、もう何やってんだろう、もう誰も。なんでさっきまでヘルゾーンなんか全然来ないしさ、当たんないくせにさ、アホタレさあ、試練ですねこれは。うん、与えられた試練、与えられたからちょっと乗り越えてきますわ。はい、行ってきます。じゃあ行きます。でだだだだ、いや違う、それ違う、それ違う。ドンドン、ペルちゃんまだまだやれる今ハーデスかと思ったでしょ。
私は思ったんですよさあ行きます。さあここはレア役じゃ欲しいわけじゃないよ。しかも関東がいる、やばい。よしよしよし、今日勝ったいんだ。大丈夫、特訓するから。特訓行こう、特訓。さあ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 、もう一回、すみません、もう一回。大丈夫、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 大丈夫。よし。さあ、ドッキンドッキン、マジでお願い、もう一回やってください。おーまったく、もう、まあでも平均ですから、平均150ですから、最後もう一回行ってほしかったね、クルーンね。まあしょうがない、ちょっとまあちょっと広がったんでよかったですよ。うん、そう、まだ1万8000なんで、そうそう、いけるいける、よし頑張ろう。いやとりあえず50じゃなくてよかった、50、あれの50は一番ね泣けるから。でも本当にこんだけハマりましたけど、本当額をあんまり使ってないってところが救いですな。さあラスト、うん、ああ終わっちゃった。160ゲーム464枚、いけますか。あれ、あ、チャンス目かな。60ゲーム、あれ、やっぱりこういうことが起きるといいんじゃないかみたいな風に思ってきますよね。せめてこのグラフちょっと戻すから、ここまで、あ、ほらこのグラフ、これ戻すからちゃんと。もう嫌な嫌な図だね、本当にこのグラフ。ワンちゃんは一旦お休みして、まあペルちゃんで、ペルちゃんでいいよ、確かにそう言ったらハーデス来るかなって思ったのよっしゃ、行こう。じゃあね、過去の栄光、今日のね出来事、朝一にゴッドを引いたっていうね、あれをまだ引きずってる自分がいるんで引きずってるよ、なんでそんなに出したのにって。だそんなにも出玉は出てないけど、あんな朝いい展開だったのに、ちょっとそんなことを早く忘れて、次のゴッド、そう、次のゴッドを迎え入れる準備ができてるはずなのに来ないから、あいつが忘れられない。さあラスト、おしまい。80ゲーム273枚でございます。一回ちょっとでかいハマり行ったんで、多分台も調子を戻してまた早い段階で当たり始めると思います。いや俺そうだった、設定いいんだって思ったと思います、今台の気持ちねいや今の台の気持ちだよ。天空の扉さん出ておいで、目覚めろ。この子ね、一回ちょっとね当たるとね寝ちゃうんだよね
そうでハマって当たってまた早めに当たってまた寝ちゃうんですよ。2連チャンしたら寝ちゃうんで。答えましたね。さあこれはもうヘルゾーンもなく今2万1000円使ってちょっとホール覗きに行きます。さあ何かいい台ありますかね。何で勝負しようか。どうします。正直もう空いてる台はちょっとデータ的にはもう微妙なのばっか で時間も残り少ないのでもう一勝負がっつりいくのかノーマルタイプで固くいくのかちょっとジャグラーも見てみようかな。もうね良さげなのは座られてるもんビッグ確率ばっかり高いのが多いけどやっぱり、ね、ジャングラーのいい台も座られてしまってはいるんですけど、まあ、今からお金入れて頑張るよりはちょっと当たりも引いてるジャングラーでちょっと出玉を増やせたらなと。そんなわけで、まあ、ハデスは一旦やめます。一旦とかじゃなくやめますですねジャグラー行きます。さあそれではラストスパートジャグラーにて勝負したいと思います。まあ使った分をね取り戻したいなと思うので1000枚目標にちょっと最後出していこうと思います1000枚出たら御の字でございます。決してねハーデスから逃げてきたわけじゃないですからね。逃げてないんだなこれが、まあ、とりあえずでもこれでね負債がもっと増えないようにしないとねハマるときハマっちゃいますもんね。いや思ってた以上に今日ひどい結果ですよ。はい私こんなことになると思ってなかったです。朝の本当あれは何だったんだろう。一瞬だったね本当だな。ありゃわからない。今日 の流れを振り返ってました今本当にねもう本当に後悔したってしょうがないのに何がいけなかったんかなって。多分あのワンちゃんが来る前に押し順ミスしたところかなあそこの2回でかかったかなでもあそこでちょっと気持ちが焦っちゃってちょっとレバーに身が入らなかったんで。あそこがね、もう本当さ、できないよね。ねえ、やっちゃってるよね。N3 連発を。じゃあこの2000円でちょっと勝負しましょう。この2000円でもう出なかったら、今日の実戦は終了。よしラスト1000円じゃあ光ってお願い。ここでああ1万そうだよね増やそうと思ってさジャグラー来たのに1回も当たらないで終わるっていうのはちょっといやマジでそうですよね。編集泣かせだわ。もうダメだもうダメだよもうどうしたらいいの。だってさ9000円使ったんだよジャグラーで手玉増やそうと思って
ジャグラーに来て9000円使って一回待たないんだよ。そんなさ、ひどくない？もうさ、今日はちょっとやめようか。もう時間もね、ないっていう話だし、今日はこれにて退散します。なんかやりたくないんですけど、ピエロやれって言われたんでピエロやります。ペコ絶対おかしいでしょ。ちょっともうちょっと分かりやすいなんかモノマネがいいな。お疲れ様です。ということで本日のカミスラ実践終了しました。そんなわけで本日ハーデスを朝から打ちまして、全投資3万円でございます。そして回収がゼロでーすやっちまいました。私こう見えて結構な勢いでへこんでます。本当にね、今日はハーデス朝から座って、朝はめちゃめちゃ調子良かったんですよ。お3000円で5頭引き、そこまでです、良かったのはそっからがもうワンチャン3連発、まあ、ちょっと高設定かなっていう挙動もあったんで、まあ、粘ったんですけど、ハマリーのお金使いの諦めのジャグラー行きの3枚負けました。で、額的にはいつもの負け額よりは全然少ないんですよ。ただちょっとね、メンタルやられちゃいましたよしかもレシートがないって相当久しぶりなので、ちょっとね、本当はレシートにこう交換して見せたかったんですけども、まあね、そんな日もありますよ。そんなしょうがない、毎回勝てるわけじゃないんですから。ゴッと引いた時は本当に楽しかったんで、今日の実戦も良かったとしましょう。まあ、とりあえず新年一発目の収録はこのような結果になってしまいましたが、まあ、マイナススタートですけども、次回はしっかりプラスにして、そしてジュイカールチの収録で必ず万枚出しますんで、皆さん期待して待っててください。さあ、そんなわけで今年もですね、2016年も皆さんどうぞどうぞカミスローよろしくお願いいたします。今日も最後まで見てくださりありがとうございました。またお会いしましょう。バイバーイ。